はい、お世話になっております。今日は京都マラソンを走っていこうと思ってます。お友達の自分さん、目標タイム3時間半を目指していきたいと思いますが、あいにくのコンディションとなっております。3時間半の目標ですけれども、もし達成できなかったら、昆虫食のタガメを食べようと思ってます。もし達成できたら妻に食べさせようと思ってますんで、ぜひ頑張っていこうと思ってます。わかりました、ありがとうございます。明日頑張ってください。はい、ありがとうございます。雨で濡れて滑りやすくなってます。ああ、無敵の人、無敵の人。1キロ見えてきました。ああ、キロ通過、5分34秒。はい、2キロ通過、キロ5分3秒。さすが京都マラソン。これだけ覆面があっても全然人がばらけないです。混んでます。はい、3キロ通過5分14秒。4キロ通過、キロ5分14秒。まだ混んでますね。川沿いの道に出ました。あ、応援がたくさんいて嬉しい。なんかあの辺の山が鳥居型の文字が出てるみたいです。ああ、あのガスってるとこか。はい、5キロ通過、キロ当たり5分11秒。あ、このまま行ったら間違いなく3時間半切れません。5キロ過ぎて少しだけ感覚ができてきたんで、4分50秒で走ってみようと思ってます。長距離通過、キロ4分47秒。だいぶ走りやすくなってきました。第1関門突破。ちょっと勾配ついた坂突入です。7キロ通過、キロ4分53秒。ありがとうございます。いただきます。8キロ通過です。お疲れ様でした。広沢池上り区間突入です。9キロ通過、キロ4分46秒。第2関門 9.1 キロ通過、49分48秒。10キロ通過、キロ5分4秒。下り坂に突入です。いただきます。のびのび、ありがとう。ごちそうさまでした。11キロと7キロ4分44秒。見てください、みんな地です。かっこいい。山のあるコース、起伏は激しいです。12キロ通過、キロ4分47秒。おっちゃんがここから下りと教えてくれました。頑張ります。
八重山観音の 12.5 キロ、肘が6いいね。いただきます。ごちそうさまでした。何かと話題の回転です。13キロ通過、キロ4分36、坂道で速くなりました。ピラノ神宮、左大文字、おお、大文字見えてます。14キロ通過、4分47秒、15キロ通過、キロ4分51秒。お、ブレーク塗ります。イエーイ。俺だけ陰を爆走中、穴柄北サンブラック弁の座地のように。頑張れ。16キロ通過、キロ4分45秒。今10時24分ぐらいですが、雨が上がってます。このままなんとか持ってください。はい、17キロ通過、キロ4分48秒。完成。潮にもらっちゃいました。折り返しのランナー羨ましい。フェイドです。リンゴとかチョコソフトとか置いてくれてあります。18キロ通過、キロ4分43秒。いただきます。はい、ごちそうさまでした。あ、やべ、大本関門 18.4 キロ、1時間34分48秒通過。橋を渡ります。19キロ通過、キロ4分48秒。20キロ通過、キロ4分44秒。いいペースです。20キロ通過、1時間42分40秒グロスタイム。速い選手たちが追い返してきてます。いただきます。おめでとう。ごちそうさまでした。21キロ通過、4分47秒キロ。ありがとう。はい、中間点です。 21.095 キロ、グロス1時間47分50秒、ネットタイム1時間44分34秒。貯金できたと思うんで、あとは5分フラットぐらいを目指して、なんとか3時間30分切ろうと思ってます。高道番長、22キロ、キロあたり4分43秒。ちょっと調子いいので、このまま4分40秒台で走ってみようと思います。22キロの標識があり、ガーミンと270メーターぐらい差が出てきてます。困るな。23キロ通過、4分49秒。いただきます。ごちそうさまでした。しばらく緩やかに登ってきましたけど、やっと折り返し。24キロ通過、キロ4分50秒ぐらい。
25キロというか、キロ当たり4分46秒。はい、どうぞ。はい、ごろさん。でん、赤いやつ。26キロ通過。いただきます。お疲れ様でした。第5関門26.8キロ、11時15分通過。面白い。ラストバトルだ。スタートで。27キロ通過。頑張れ。頑張れ。どう？どう？うわ、すげえ。28キロ通過。ありがとうございます。ありがとうございます。29分通過。5キロフラット。今2時間22分30秒だから、当然ありますね。おじさん、ありがとう。かっこいい。ここから河川敷に降りるようです。30キロ通過、4分49秒、グロス2時間32分。はい、31キロ通過、5分フラットくらい。頑張るぞー。かがめなんて絶対食わねえぞ。32キロ通過、キロ当たり5分フラット。第6関門32.1キロ、11時42分。33キロ通過、5分5秒。向かい風だったけど、これで折り返し、追い風。イエーイ。34キロ通過、キロ当たり5分5秒。35秒通過、キロ5分2秒。35秒、2時間57分14秒。5ヶ月前に亡くなった愛犬ピースが夢に出てきてくれたんです。すごく笑顔で。37キロ通過、キロ当たり5分20秒まで落ちます。あら、39キロ通過です。大文字取り返し、あと3キロ。49通過、3時間24分39秒グロスタイム。バテバテです。あと2キロ切ってます。
はいはいはい。あと1キロ。ありがとうございます。ありがとうございます。ついにあと1キロ。なんとか無事完走しました。大久保市長さん、握手お願いします。ありがとうございます。ありがとう。切れなかった。えでも30分台でしょ、絶対。3時間34分。でも本当お疲れ様でした。お疲れ様でした。よし。美味しいタガメ。ありがとうございます。お疲れ。お疲れし。どうぞ、感想どうぞ。おめでとうございます。いただきます。いただきます。あ、お茶うれしい。いただきます。いただきます。イエーイ。はい、京都マラソンお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、リザルトですが、ネットタイム3時間34分グロスタイム3時間37分結果としてタガメ昆虫食決定です。まあでも、自己ベストを15分ほど短縮できたんで自分を褒めてやりたいと思います。それじゃあタガメレッツゴー。水戸さんなんかあります？大丈夫、美味しく食べました。知ってる昆虫食の結果？知らない。俺が待って、えなんか微妙な時間だったの。半切ってるか切ってないか微妙だ。切ってたら、この身が昆虫食。切ってなかったら、まあ、30分オーバーしてたら、俺が昆虫食。この身さん昆虫食決定。やだいやだ。嘘、ごめん。あ、本当。本当よかった。もう涙目だった。嫌すぎて今泣きそう。残念、俺が昆虫食が。すみません。はい、お待たせしました。いただきます。うっ。やばいな。で、でかい。匂いが。やばいね。マジで無理だ。腕でかすぎる。くああ飲み物ないかな。ああ、でもいただきます。このちっちゃい手からいくわ。いただきます。硬いです。硬いです。でもなんか甲殻類っぽいといえば確かに甲殻類っぽいのかもしれません。
寝がきって美味しくないよ、美味しくない。何味なんだこれ。匂いとかがただただ鏡食ってる感じ。うわ、いや例えようがないんだよこれ。ほんとエビじゃねえし、甲殻類じゃないし、そんで新記録出して人生で初めてのタガメを食うという経験までさせてもらって感謝してます。このチャンネルにやっぱ昆虫食が来ないような小麦粉が継続的に生産できるような平和な世界を望みます。戦争反対。高見さんごちそうさま。